どうも、岩切さん、お疲れ様です。はい。はい、どうも、お疲れ様です。はい、どうも。すいません、お忙しいところをお呼び立てして。いえいえ。ちなみに岩切君、今日何やるかわかる？はい、わかります。わあ、察しがいいですね。オーディションやろ。やろうぜ。わあ、早いね、察しが早い。いや、もう、このパターン、だからもういいな、もういいやん、それ、そのくだり、気に入ってんの？ よくわかったね。以そのく心。だり、毎度ワイプ取るとき言ってるけど。以心伝心だな。もう、一心電止やな。また4人一やる。いや、今回は4人1じゃないわけです。一次審査を通過した人たちから、もう続々と二次審査用の動画が届きましたので、それを見てもらいます。いやー、楽しそうだ。楽しみー。ちなみにですが、一次審査は36人中31人が通過となりました。ほぼ全員通った めっちゃ通過してるやん ああ、まあ、誰か一人が手を挙げればってことだと思うね。はい。5人誰なん、逆に。二次審査は自己 PR です。30秒から60秒の自己 PR 動画を送ってもらいました。で、今回はですね、もう動画を見て、ダメと思った瞬間に、顔の前でこう、罰を出してください。動画が終わるまでに2人以上が罰をつけたら不合格となります。なるほどね。ということで、そうさん、それでは、オーディションのね、動画、応募動画の方を見ていただいて。サイントリーナンバー1からやったな。おら。どんどんどん。誰かな。本当誰？みやすけです。何や何らのせ用てんぞ、あだ？いつ。S4 のオーディションがあると思うんですけども、あの人、あのみやすけさん。応募しようと思ったんですよ。おお。なんですけど、気づいた時にはもう、オーディション終わってまして、なるほど。でクラもゲどうかにらかこう絶にかで対すやってるね、な、こクれ。ラゲさんのポジションに入れないかということで、考えた結果、このような形になりました。困ってそれるやん。は、俺の枠を奪困いてっやてろうるとやん、いみやすうけ。魂胆というそのこクラか。ゲさんのアピール動画じゃなくて。そうです。お前がそこまでやる気なのであれば、俺と一発ギャグで勝負し、一発ギャグやらせたってこと？勝利した方がショドコンクラゲ枠だ。どういうことなの、こ良のい動な。お前一人でええやろ。かかってこい。おお。あ？ペッパーくんでーす。笑ってろ。さ、困惑するよな。おお、この T シャツ、見えますか？見える。キャプテン翼なんですけど、おお、キャプテン翼だな。これを使いたいと思います。いきます。サッカーは俺の夢だ！カール・ハインツ・シュナイダー！いけー！ボイボイーン！ああ、これはオットじゃないかー！恐れ入った いや、引き分け引き分け お前が次のショタコンくれるわけだ。いいんですか？何これ？もう皆なんどうだ言っよ、てこるれ。よ。S4 のメンバーになるかわからないけれども、私が好きな S4 メンバー、しもやかさん、ソイソース、醤油さん、すごいぞ、岩切くん。その中に入って、ショタコンクラゲさんのような体の張ったパフォーマンスができるかどうか、笑っちゃもう一回いいですか？これ通過したらクラゲじゃなまあ、く年見ようて、かな。宮助が三次審査通過ってことなさあ、の？次。あ、まさか？そうだ、この方もね。辞退ってことは よかっ辞退だな。たお、やー。ああ、すそうし、だやきもね。きいや。たいたいたいた。推薦できたんだよ、ビデオさんね。ああ、そうだろう、そうだろう。欠席。あ、ああ、音楽家の人ね。
まさかの？あーなー、それはそうだ。残念。欠席、おお。まあまあ。多勢は大体欠席じゃん。あ、出た。VTuber、こいつ VTuber。あ、VTuber の人だ。サムネの美男子に釣られた皆さん、はじめまして、福井翔太です。身長は142センチ、体重は38キロです。今14歳で中学生です。どういう設定なんこれ。7月20日出た。おお、この辺喫水、この辺どうなの。あー、あかんのかいな。いや、欠席すんなよ。事前やのに。事前は欠席すんなよ。おっ、おお出た。あ、おお。最近配信を始めたこの男、なぜ何この髪型。何この髪型。え、何この髪型。やっぱ企画です。ちっちゃ声。何の声。矢吹翔なの。これちっちゃ。これ優しい。あ、俺声ちっちゃ。来い来い来い。まあ、そうですよね。うん。お、事前の人だ。うろ。どうも。今回、はい、ソーの、新メンバーオーディションに参加させていただくことになりました。お、よろしくお願いします。これが自己 PR 動画を、撮れということなので。一応僕の、特技である早飲みをお見せしたいなと、思います。いいですね。お、あ、これコーヒー牛乳だ。水だと分かりにくいのでコーヒー牛乳。おお、かっこいい。すげえでけえ食器じゃん。こういう細かいところ気遣いのいいですよ。いいんじゃないこの人。これをお、早飲みにして、何秒ぐらいなのな。はい、じゃあいきます。頑張れ。いけ頑張れ。いけ。どんぐらい早いんやろ。めっちゃ怖いんだけど。もっと早くないぞ。いけ。おお。やべやべ。なるほどね。嫌いじゃないですよ。熱を感じるやっぱり。あ、この人も実際に献身。池谷健信です。21歳です。現在爬虫類の飼育の仕事をしています。配信などは今までしたことないですが、これを機にやってみたいと思います。お、動画の編集などはできます。へえ。ドメルの声真似をしたいと思います。お願いします。シャンプーをつけた歯ブラシで歯磨きしてみたいと思います。お、歯磨き、シャンプー歯磨き。怖い怖い怖い。ちょっと合わないですね。怖いです。出た、サトシ。サトシさんだ。サトシはどうだったんだ。あー、惜しい。この方もか。お、ほら、まさかあの菅さんは。でしょうねって感じ。あら、あ、そうですか。チッチッ。お、陰性の人だ。いやー、すごいな。多いな。せっかく多かったのにね、みんな。なんだなんだい。あ、出た。俺、ハブ太郎さん。で、何今。いや、なんだよ。早っ。お、この人も実際の人か。え、すごい。出た、セントラルトラ。いいね、しっかり編集してるね。前来ると思ってたよ。いや、これほんと、どうしたんこれ。さあ、どうでしょう、セントラルトラ。なんかものすごい真面目っぽい感じやけど、壮大な始まり方してるけど。セントラルトラ、一発芸しまーす。おお、一発芸。おお、ギャガーか。まさか。ん？お、あ、お、耳で、耳栓。お、戻します。お、ふっ、ふっ、ふっ、あー、悩むな。もうちょっと見たい。いや、行こすぎる。え、もうちょっと見たい。
その反省の意味を込めて、これから悪魔女ドラキュラを頑張ってください。全然、全然。こないだやつじゃん、これ。死ねばーが。死なれねえぞ、お前。逃げれると思ってんのか、こんなやつ。ただの酔っ払いじゃん。いや、もうなんか。いや、僕は最近、初めてオフパコさせていただきまして。あ、マジ？できんだよな、品性がないよね。いざじゃあ、はい、そろそろ入れるかってなった時に僕が勃起しなくてですね、いや仲間の動画にするということで、ご相手の方にご迷惑をおかけしまして、美人の女性のことですよ。おー、なるほどね。いや、美人の方をね、抱かせてもらったわけなんですけども、勃起しないというね、情けない結果にもらったわけです。だこいつの何が魅力的なんですか？ルックスも良くないし、別になんか金持ってるわけでもないし。だってクラゲチンチンないじゃん。クラゲチンチンないじゃん。ははははは。めっちゃおい、田中和樹、ははは。一緒に温泉入ったことあるんですけど、チンチンないでしょ、こいつ。今小学生の頃で言うドリチンってやつですかね。そう、見えないんですよ。おい。ドリチンって20年ぶりぐらいに言ったよ、俺。陰謀に隠れててないんですよ、こいつ。お前、次会った時覚えとけよ。怖っ。怖っ、こいつ。やっぱりこの横で怖っ。こいつじゃないと、ね、そう寂しいよ。やるべきではないんじゃないですかね。あるんですよ。500回なんだけど、お前。高田さんに、しもちゃんとそいちゃんぐらいにしか喋ってないんですけど、僕は警察に500回になったら、やばいっすよ。本当は、飲食とかさ。いや、あれです、インターネットストーカーで訴えられたっていうね。ね、両親にね、警察に連れていくんですよ。いやー、これはあれですね、犯罪者やっぱり必要ないんじゃないですかね。僕はね、とんでもない犯罪者なんですよ、所詮。別にそれで、訴訟に行ったわけとかじゃないですよ、全然。あ、出た。俺さんだ。なんだよ。次。あ、あれ、つぐる弁の人だ、これ。お、怖い、怖い、怖い。こんにちは、リュウさんです。この度は一次審査を通過させていただきまして、ありがとうございます。あ、いえいえ。今、訳あって、顔がちょっと映せない状況なんですけども、どういうこと？顔出し OK なんで、よろしくお願いします。なんでやすね。お、二次審査の内容が自己 PR 動画ということで、今撮らせていただいているんですけども、なんで顔出しできへんねん。私の動画には、津軽弁という方言が含まれてます。ああ、津軽弁を皆さんに聞いていただいて、私が面白おかしく解説していくというものになってます。いいね。ですので、S4 の皆さんと動画を撮るとなった場合でも、津軽弁を使って面白おかしく解説していきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。津軽弁別にいいです。あ、出た！田中翔子。さすがに？来ない。絶対返事来わけないですか。いや、来ていただけると思ったんですけどね。どうれなくったんだ。マジか。そうはいかんか。何の人やっけこれ。ドウーチアツシと申します。この度は第一次審査を通していただきありがとうございます。心理師の資格を持っていますので、人の心を見る観察することには自信があります。いや、すごいな。いろんなことに挑戦して、もっと自分を周囲のみんなと共に鍛えていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。いや、これ下よ。今回の審査、自分の全身全霊をかけて頑張りたいと思います。どんなことでも挑戦しますので、どうかよろしくお願いします。すごいかっこいいじゃん。俺も絶対合格やん。これ美容師の人か。おはようございます。ご丁寧じゃん。次の面接受かりました。山下です。マジ？大阪在住で、職業は美容師と、プログラマー。あ、そうだ、美容師プログラマーなってます。あの人や、2度っすよ。そうですね、僕の長所は、完全に素人なんで、フレッシュな感じをメンバーに届けれることができるかなっていうのと、新しいリム体制でやっていけるかなっていうのがすごく僕の長所かなと思いますね。こうなってくるのは逆にメンバーに入ったら、なんて言うんでしょう、なんか
まあ、リスナーの人たちともっと近づけるようなイベントみたいなことをメンバーでこうやって、うん、おー、いいね、動画を広げていけたらなと思います。それは一番やっぱりイベントで、まあ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今まで痛くんな人欠席かいなー。ほら事前やのに。ほら、お、どうなんの俺、どうなんの。まあそうだな。ああ、そう、あ、そうですか。ああ、どう、どうなん、こんやろー。ほらら、まあこうかな。いやー、おかしいなー。日取り間違ってんのかな。あ、ほら、送らんのかや。欠席多ないかい。お、くんのかい。皆さんはじめまして、詐欺師と申します。この画像を見ていただいたら分かる通り、清廉潔白を私モットーとしておりまして、海鮮山線の S4 の皆さんの中にね、清らかな風を差し込むべく今回のオーディションに参加させていただく運びと相なりました。なるほど。今回はですね、もしその S4 に抜擢された時の公約といたしまして、なんとあの初代メンバーのね、エスガさん、ご本人様に迷惑がかかるといけないので、イニシャルでご容赦ください。エスガ、そのエスガさんにですね、なんと、1ヶ月おきに S4 復帰を打診しまして、本人が損気になった場合は、私が身を引き、彼が返り咲くというものです。いやー、これによって、らしいな。よくまだいるであろうエスガさんのね、ファンも私の指示に回るという寸法であります。らしいな、エスガ。だから自分の策略家としての頭脳が恐ろしい感じでしてね、ちょっと知らない人なんで。事前で送らん人結構おるな、悲しいな。おお、これね、さんですね。欠席ってなんやねん。あ、出た、ペイちゃん、ペイさんや。悲しいや、ペイさん、ペイさん欠席か。ペイちゃん見たかった。あら、お疲れ様です。ペイさんはちょっとペイさんは送ったんですけど、やっぱり事前じゃないからね。あ、そっかそっか。だからペイさんは実は あの人が面白かったやんな。そう、ペイさんがっていうか、あの人が、あの人のペイさん、ペイさんをおすすめする分がえらくハマってただけだから。アミとトミサウチ試験に呼ぼうや。連絡先知らないけど、見てたら応募してくれるかな、あの人。ぜひ来てほしいわ。ということで、お疲れ様でした、岩切さん。以上が二次試験、うん、二次審査の内容となっております。あ、どういうこと。エントリーナンバー1番の人ってさ、はい、結局宮助に変わるってことやんな。そうそうそう、エントリーナンバー1番の人は宮助さん。うん、この後の3次審査は面接です。お、今回合格した方との面接になります。こちらの方で通過者を現在のこの仮メンバーの4人にこう割り振って、うん、それぞれでこう差しで通話してもらいます。ん、どういうこと。つまり、まあ適当に今回合格した方を、まあ適当にまた、あの、例えばクラゲさんと演舞さんみたいな。ああ、なるほど。全員で面接するわけじゃなくて、ワンマンツーマンでみんなでやっていくってこと、ね、そう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 。あーは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 ー。え、怖くない。え、ちょっと待って、なんでそんな分散するのか。お前があれやろ。いや、でもあれか、お前、誰が決めるのそれ。お前が決めるの。いや、僕がもちろん。いや、お前があれやん。その、詐欺さんとか受け持つんやろ。いや、わかんない。詐欺さんが受かってるかどうかわかりませんから。まあな、そりゃそうやけど。じゃあまあ、そんな感じで、次の審査まで、じゃあまた、待てということで。はーい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。